私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンキキズ25周年記念ライブの裏側で解散カウントダウン示唆。堂本光一のビジネスコンビ宣言で26年目での解散話が浮上。堂本光一、アラフォーとは思えない優雅な動きに釘付け。キンキの人気曲、バラと太陽のダンス動画公開。ドーム公演24,451から君と僕の声から終了後もキンキ25円で CM 出演キャンペーンの影響もあり2人を目にする機会は多い。来年以降も精力的に活動をしていってほしいところだが、解散説や退所説へのアンサーもあったが、3月17日発売の女性セブン小学館ではこれらの不仲説や解散説へのアンサーとも言えるような受け答えを2人がしていた。光一は2人の関係性についていろいろな妄想や想像で作り上げている人もいるだろうけど、それもまた自由なので好きにしていただければ笑いとコメント。ゴーもなんとなくイメージだけで2人は仲が悪いという答えを導き出して、それが正解みたいな感覚になっていたり、僕らが辞める、辞めないなんて噂話も出たりするけど、皆さんそうやって楽しんでるのかなって笑い、と東スポの報道をなぞるように語っていた。カウントダウンは始まっている25周年のイベント、コンサート YouTube チャンネル開設。キンキ25円で CM 出演キャンペーン。7月21日に放送されたラブラブ愛している最終回吉田拓郎卒業 SP フジテレビ系など今年に入ってから2人はこれまで以上に多忙な日々を過ごしています。ただやはり25周年は2人にとっての大きな区切りの一つで、さらにドーム公演24,451から君と僕の声からの裏側の様子も含めて、やはり解散までのカウントダウンが始まっているというのではと近い音楽関係者の間ではなっているそうなんです。光一さんは冬のツアー開催も示唆しましたが、終了後はやっぱりといったことになるなんてこともあるのかもしれません。キンキの2人の中では26年目以降のアンサーもすでに出ているのだろうか。光一のコメントに漂っていたという集大成感。ワイドショー関係者が話す。実は24,451から君と僕の声からのライブの後に光一さんから集大成感ややりきった感など聞いていると、キンキの解散を連想してしまうような発言もあったそうなんです。ただ、そうした言葉は記事にはなっていません。多くのメディアで記事になれば物議を醸しかねませんでしょうからね。キンキの2人は今年3月のキリン一番搾り生ビールの新 CM の撮影時にお互いの連絡先を知らないと明かすなど、以前からビジネスパートナーだということは隠していない。過去には光一さんがキンキ TDS はビジネスコンビと明言したこともあります。ただ25周年のこのタイミングで光一さんからの集大成を感じさせるコメントがあったというのは気になりますよね。キンキの2人にはこれまでも不仲説や解散説、剛さんがジャニーズ事務所を退所するという説も取り沙汰されてきましたからね。前道2度も報じられた郷の退所説。2021年2月の東京スポーツでは一面を割いて、郷とジャニーズ事務所の契約更新付きが6月で、新たに契約を結ぶことなく円満退所するのではないかと報道。同年5月の記事でも、郷が自身の誕生日の4月10日にインスタグラムを開設したこと、光一が同6月にソロアルバムをリリースして同20日からソロコンサートツアーを行うことに触れ、郷の退所が近いのではないかとも伝えていた。また、2人の関係性はあくまでもビジネスパートナーに過ぎない、や裏ではお互いの陰口を叩いているといった話が出たこともあったほか、インタビューもリハーサルも別々で顔も合わせないとも囁かれた。この先は何も考えていません。さらに光一は、もともと周年は、2人
感謝の気持ちを伝えるという思いでやっているんですけど、その結果、愛情をもらってしまうばかりで、どうなるかということを考えずにやってきたので、25年間やれたと思う。その年、翌年とかは漠然としたことを考えていますけど、長い目で見ると目標を設定してこなかったので、目標を達成したらきっと満足しちゃうと思うので、とコメント。ゴーも大変な時代の中で25周年を迎えて、今まで支えてくださったファンの方、共演者、スタッフの皆様すべての人たちに感謝の気持ちを伝えたくて、何より会場のマナーがすごく協力的で、本当に幸せいっぱいの時間ばかりですし、たくさんの人の愛に包まれて、自分たちがあることを実感しています。この先は何も考えていません。あまり深く考えていないのでね、とコメントし、それぞれ今後についてはわからないとした。しかし、光一が去り際に、また冬に、ここでお会いしましょう。と、毎年恒例の冬のツアー開催を示唆し、ファンを喜ばせた。KinKiKids のドーム公演、24,451 から君と僕の声から、が7月16日と17日に京セラドーム大阪、8月6日と7日に東京ドームで行われた。約2時間半のステージを終えた2人はゆっくりと東京ドーム全体を見渡した。歓声や物音一つしない中で、光一は、これならライブができるという見本を示してくれた。我々からも拍手を送りたい。5万5000人超満員の会場は、さらに精査美に包まれた。ゴーも、本当にマナーが協力的で、皆さんと僕たちの人生がつながっている喜びと幸せを噛みしめている、と感慨深げに語った。堂本光一、43、は、この歴史、地球、宇宙、時代の中で二人が組むのはとんでもないこと。この二人を組ませていただき、出会わせてくれて、ありがとう、と感謝を述べ、堂本剛、43、も、両局の二人だからこそ生み出すものが、ちょっと癖があって、面白い、と語った。8月7日の公演では、デビュー曲の、ガラスの少年、から大ヒット曲の、ジェットコースターロマンス、や、全部抱きしめて、最新曲の、アメイジンクラブ、まで、四半世紀を彩った全14曲を披露。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。